私は死刑を宣告された。学半ばにしてこの世を去る運命を誰が予測し得たであろう。靖国神社でお祭りする、それ以外ないじゃないかっていう、そういうね、欺瞞的なダブルスタンダードは許されないですよ。よりにもよって8月15日に靖国神社の前で、そんなことやるなよお前ら。行ってまいります。お母様、靖国で待っております。